玄米茶でひげを整えてっと。では行こうか。おいちに、おいちに、はい。この狐めに吉の一時を託された将軍様、そのご恩に報います。我が輩をぜひご神下に。最上か、吉の字。はて、そんなこともあったかもな。では一つ奥州を押さえてみせてはくれないか。奥州、政宗君、いや憎き独眼竜が相手ですな。冷たき土地の民たちに熱き活力を呼び覚ますため、奥州短大を名乗り北を治めてみせるがいい。ははー、感謝感激雨あられでございます。ああ、将軍様に認められた。我が輩すごすぎる。よし政宗君、覚悟していたまえ。紳士はいつでも一直線。短大様、奥州伊達家より書状が。おお、政宗君から。我が輩の説得に応じ、快く奥州を明け渡す気になったのだね。どれどれ。Dear gentleman、お断りだ。いきなり可愛くないね、政宗君は。将軍様の意を借る我が輩は奥州短大、今や北の主だよ。奥州短大、知ったこっちゃねえ。どうしても奥州が欲しけりゃあんた自身が来るんだな。おかしいね、将軍様の影響力も意外と薄いのかな。ああ、我が輩なんと罰当たり、誰も聞いていないね。はっ、バッチリこの耳に。ああ、聞かなかったことにしてくれたまえよ、玄米茶。伝令、織田軍の勢いが止まりません。さすがは信長子、飛ぶ鳥をも落とす勢いですな。そう、宇宙をまとめられたのも貴公のお力添えあってのこと。この兜も貴公にいただいたものでしたか。いまだにこれの手入れを怠った日はありません。しかしこのまま将軍に従い続ければ、いずれは信長公とも争うことに。あ、いやいやいや、そんな日など来るわけないよ。今日も元気だよ、お茶がうまい。こーん、短大様、将軍様より出陣の命が。お待たせするわけにはいかないね。我が輩が挑むべき相手はどこの誰だね。終わり、織田信長公です。ああ、なるほど。それはよろしくないよ。我が輩、信長公とだけは戦えない。はっ、ではすぐさま将軍様にお断りのお返事を。待った。とりあえず我が輩の心が決まるまで適当にごまかしておいてくれたまえ。頼んだよ。玄米茶。将軍様、信長子、ご恩なるお二方のうちお一人を選ぶ。一世一代の決断とはまさにこのことだね。どうする。さあさあ、どうする。我が輩、素敵なヒゲ同士、素敵な瞳同士、我が輩たち見まごうことなき素敵紳士でござりまするな。短大様、本当によろしかったのですか。やっぱりまずかったかね。この後に及んでどちらの側にもつかないというのは。はあ、短大様らしいといえばらしいのですが、我が輩にも野心じみたものは残っていたようでね。自ら国の先頭に立つ、
それもまた紳士だよ。とにかく味方を増やさなくてはね。我が輩に敗れた翔くん、潔く手を貸してくれたまえよ。見渡す限りの紳士同盟、壮観だね。最上様がまさかこれほどまでに人を従えるのが上手とは。相手に取り入るのは我が輩のお箱だからね。どんな待遇を与えられれば相手が喜ぶか、それを一番知ってるのは我が輩だと思うよ。さすがは接待探偵様よ。ゴマの中のゴマ。こーもっと褒めてくれてもいいのだよ。この調子でどんどん紳士を増やそうではないか。玄米茶。いよいよ我らも天下を分け目。おや、どうされました探偵様。玄米。これが武者震いというやつなのかね。ただ怯えて、いや、きっと天下を目前にして勇み狂っておられるのでしょうか。うん、我が輩は今や将軍や信長公と並び称されたも同然。さあ、紳士らしく華やかに勝利を飾ろうではないか。ゲーム素敵な紳士は大人気。我が輩の決断が乱世を動かすといっても過言ではないね。おいっちに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 、我が輩見事に大勝利。超神秘後期連合国最上日の本国結成だよ。しかし誰かの下にいないというのはどうにも落ち着かないものだね。日の本探偵様、大変大変大変態です。我が輩は変態ではなく紳士だよ。海の向こうに見知らぬ軍勢が押し寄せています。おそらくは外国の手の者かと。なんと、それは一大事だね。せっかく平和になったこの国を乱されては大変だ。さあ諸君、急いで取り入ろうではないか。何を献上すれば喜んでくれるかな。考えるだけでも楽しみというもんだね。ちょっと、最上様。信長公、狐とは思いのほか義理がたき者だったようです。政宗君、奥州には信長公の手土産になってもらうよ。探偵様のやる気、そのひげがごとくピンピン伝わってきます。まさか卑怯な策なしに正々堂々伊達軍に挑むとは。策、我が輩としたことが忘れてたよ。まだ間に合うかね。実は伊達軍好みの賄賂を用意しておいたのだよ。あ、攻めてきます。待ってよ、こう、これはいいものだよ。おう統一、果たして見ればあっけないものだね。信長公、今こそこの出羽の神が馳せ参じましょう。将軍に組みした者が今さら恭順ですか。貴公は確か信長公の臣下金田一君ではないか。将軍参加なんてきっぱり抜けてきたよ。我が輩はやはり信長公にこそお仕えしたいのだ。実に煩わしい、帝も間近に迫ったこの時に。え、将軍様が近くに、どこにいるのかな。
あなたは所詮信長公の足を引くばかりの男。そんなことは全くないとも。よし、ならば我が輩の力試してくれてもいいとも。寿命が縮まったよ。お茶を。試験合格。我が輩も立派な織田家臣下だよ。ただ丹大様、ついに信長公と将軍様が戦を、うん、天下分け目の戦だね。しかし我が輩は正しかったのかね。結果次第では身の振り方を。おお、この後に及んでもブレない丹大様らしさ。いや、ブレているとも言えなくも。その感動の涙、戦の後のお茶時間にとっておきたまえ。いざ信長公のもとへ。ここコーン。力こそがこの国の救いよ。信長公はこの狐目が命を懸けて。もう陣氏は絶対に負けない。天下とは全てを焼き尽くし制するのみ。を救うのは優しき絆だ。お茶、熱きほてりを求めよ。お茶、のぶなが、これぞ天下をかける大神事。我が輩まさしく火の元の夜明けの一生に。我が輩最高。あ、お